2018年から2019年にかけて、福岡県内で同一犯による事件が発生しました。今回はその事件の内容と犯人の男に関する情報をまとめていきます。事件の犯人、今泉重弘は金に困る生活を送っていました。そこで今泉は女性を脅しつけて金を奪い取ったりするようになります。さらに、金を奪うだけではなく、相手の女性を強姦することまでありました。被害女性は警察に襲われたことを相談します。ここで被害届を受理した警察が捜査に動き出し、今泉のことを逮捕したようです。こうして逮捕された後も今泉は自らの行いを反省しようとしません。それどころか、釈放されるたびに同様の犯行に手を染めるのです。その結果、彼は7回にわたって逮捕されることになりました。最後の逮捕の後も、釈放された今泉はやはり新たな事件を起こそうと画策し始めます。当時の彼は無職で、600万円ほどの借金を抱えていました。この状況を打開するために働こうとするのではなく、強盗や脅迫で金を工面しようとするのが今泉という男なのです。また、今回も相手の女性を脅す過程で強姦をしようと考えていました。ただ、今までの経験から普通に犯行に及べばすぐに逮捕されることは分かっていたようです。そこで今泉は被害女性が警察に被害を申告できないような状況を作ればいいと考えました。そのために彼は愛人契約書というものを作ることにします。今泉はネットにある情報を元にしてあたかも法的な効力がありそうな契約書を作成しました。愛人契約書という名の通り、そこには相手の女性を自らの思い通りにすることができるといった内容が記されています。当然、こんなものに法的な効力はありません。そのことは今泉自身もわかっていたのか、彼はこの愛人契約書だけではなく、暴行や脅迫も同時にすることで被害女性を屈服させようと計画していました。犯行の準備を整えた今泉はターゲットとなる女性とコンタクトを取ることにします。その際に彼が利用したのは出会い系サイトでした。出会い系サイトを利用するにあたって、今泉は架空の人物のプロフィールを作り上げています。彼は女性と出会いやすくするために本来中卒であるところを大卒と偽っていました。また、身元がバレることを防ぐために片桐大輝という偽名を使っています。今泉はこの架空の人物になりすまして出会い系サイトの利用を続けます。そして2018年7月に一人目の女性 A さんと会う約束をするところまでこぎつけました。この相手の女性である A さんは音楽ライブに行くためのお金が欲しかったらしく、その旨を出会い系サイト上に書き込んでいたそうです。その文章を目にした今泉が A さんにメッセージを送り、彼女はお金目当てで会うことを決めたという流れでした。A さんを皮切りにして計7人の女性が被害に遭ってしまいます。今泉は同様の手口で女性と会う約束を取り付けていきました。そして彼女らが住む地域の近辺で待ち合わせをするのです。今泉は最初の一人である A さんを自宅に連れて行きます。そこでしばらくの間雑談をした後に彼は突然次のような言葉をつぶやきます。自分は暴力団と付き合いがある。ここから脅迫が始まるのです。今泉は様々な手法で A さんを脅しつけた上で強姦に及びます。そして事前に用意していた愛人契約書を取り出しました。恐怖に怯えた A さんはこの愛人契約書にサインをし、以降は今泉の言いなりになってしまうのです。こうして一人目の被害者が出てしまいました。第一の犯行はうまくいったものの、今泉は自宅で犯行に及ぶことでリスクが上がると考えるようになります。そこで彼は第二の犯行から自宅を使わず、ターゲットとなる女性を車に乗せて人気のない山奥に連れて行くことにしました。今泉は誰もいない山に停めた車の中で女性に自身が暴力団関係者だという嘘を語り出します。さらに、被害女性らが金目当てで今泉と会うことにしたという状況を逆手にとってこう迫るのです。援助交際は犯罪だ。警察に通報したらどうなると思う？俺の愛人になるか？ここから歩いて帰ってもいいが、近くに暴力団事務所がある。助けを呼ぶことができない空間の中で初めて会った男からこんなことを言われた女性らは恐怖のあまりに正常な判断ができなくなってしまいます。そうなると、あとは今泉の思うがままでした。彼は女性が逃げられないようにするために手足を拘束し、彼女らの服を脱がした上で裸の写真を撮影します。それから女性のカバンや財布を物色し、保険証や免許証、社員証などを確認していきました。そのようにして今泉は被害女性の住所や勤務先を控えていったのです。これにより、
身元が割れてしまった女性らはより一層抵抗する気力を失ってしまいます。今泉はそんな彼女らに愛人契約書への署名もさせました。その上で、俺に従わなければ全裸の写真をネットで公開する、暴力団も動かすと脅迫するのです。そして無抵抗になった女性を強姦し、金銭を奪い取りました。7人いる被害者の中には脅されたままコンビニの ATM コーナーに連れて行かれ、現金71万円を引き出すように強要された人もいたようです。一連の犯行を終えた今泉は被害女性を解放するのですが、以降も関係は持ち続けています。彼は性欲がたまると被害女性にメッセージを送って呼び出すのです。弱みを握られていた女性らはこの呼び出しに応じてしまいます。今泉はそうしてやってきた女性と無理やり肉体関係を持ちました。さらにはメッセージの返信が遅いことに因縁をつけて新たに金銭を要求することまでありました。こうした手口で彼は約220万円の現金を女性らから奪い取ったのです。今泉は被害女性が正常な判断をできないようにするために暴力も駆使しています。その内容は拷問にも近いようなものでした。これにより全治2ヶ月の大火傷を負った被害女性もいたそうです。これらの犯行は2018年7月から2019年12月にかけての1年5ヶ月の間に遂げられています。この間、今泉の思惑通り被害女性らは警察に助けを求めていませんでした。しかしそれも一生は続きません。徐々に支配されているという感覚が薄れていき、ついには被害の申告に至ったのです。これを受けた警察はすぐさま捜査に動き出します。そして今泉のことを強制わいせつ致傷や強盗、強制性交などの容疑で逮捕しました。捜査の中で被害女性が合計で7人いることも突き止められています。その後、取り調べを経て今泉は福岡地裁に起訴されました。こうして裁判が始まったのです。後半の中で全治2ヶ月の火傷を負った被害女性は皮膚移植の手術を受けても跡が残っていることを訴え、代理人を通じて次のように意見陳述しました。交際や結婚はもうできないと思っている。被告を一生刑務所から出られなくしてほしいと思います。この言葉を受けた今泉は衝撃の反論をしました。なんと彼は被害女性に火傷を負わせた行為が SM プレイだったと説明し、裸の写真を撮ったことに関しても合意の上だったと主張したのです。その後も彼は反省しているような様子を一切見せず、ふてくされたような態度をとっていました。そんな中、検察側は人を性的、金銭的な対象としてしか見ず、新しいターゲットを探してはあらゆる手段でしゃぶり尽くしたと非難し、懲役40年を求刑しています。判決公判は2021年7月29日に開かれました。そこで福岡地裁は、被害者らの受けた肉体的精神的苦痛の深刻さは想像を絶する、刑事責任は極めて重いと指摘し、今泉に懲役41年の実刑判決を言い渡しています。こうして検察の求刑よりも重い判決が下されたわけですが、この懲役41年という判決に疑問を覚える人がいるかもしれません。そう、日本の刑法で定められている有期刑は最長でも30年なのです。そのため懲役30年を超える懲役刑を望む場合は本来無期懲役が下されることになります。それなのにもかかわらず、今回の裁判では懲役41年という異例の判決が下されました。この裏には今泉が執行猶予中だったという背景が存在します。動画の前半で今泉は過去に7回逮捕されていたと説明しましたが、そのうちの一つの裁判が結審した時期が今回の犯行に及んでいる時期と重なる2019年10月のことでした。ここに懲役30年を超える判決が下された理由が隠されています。実は犯行途中に禁錮刑以上の判決が下された際には、その前後の罪を分けて裁くように刑法で定められているのです。つまり2018年7月から2019年12月にかけて発生した一連の事件をまとめて裁くのではなく、2018年7月から2019年10月までの犯行と2019年10月から2019年12月までの犯行を分けて裁くことになったのです。そこで福岡地裁は2018年7月から2019年10月までに起こされた事件に関して懲役16年の判決を、2019年10月から2019年12月にかけて起こされた事件に対して懲役25年の判決をそれぞれ下しています。そしてこの2つの判決を合わせると懲役41年の実刑判決になるのです。この判決を不服とした弁護側は福岡高裁に控訴しました。しかしそれで一審判決が覆されることはなく、
2022年3月15日の控訴審判決公判で福岡高裁は控訴を棄却しています。これを受けた弁護側はなおも納得せずに上告します。上告審判決公判は6月23日に開かれました。そこで最高裁は現時点で更生する可能性は伺えないと断じ上告を棄却しています。これにより今泉の懲役41年が確定しました。当時の今泉が44歳だったため満期で出所する頃には85歳になっているはずです。厚生労働省の簡易声明表によると2021年の日本人の平均寿命は男性が 81.47 歳となっているため実質的な終身刑となる可能性も高いでしょう。いかがでしたでしょうか。懲役41年という異例の判決が下された事件、場合によっては無期懲役よりも長期の服役になるかもしれません。被害女性が軽い気持ちで身元不明の人物と会った結果として事件に巻き込まれてしまっていたことから、昨今利用者が増えているマッチングアプリなどの危険性を知らしめた事件でもあります。それではご視聴ありがとうございました。